もう5月だというのに、夜風がやけに冷たく感じられたりして、山あいにある私の生まれ故郷と大差ない。東京はもっと暖かいところだと思っていた。東京つってもこの辺りは田舎だから。っていうかさ、何気に気候が狂ってきてない？もう夏かと思うくらい暑い日があったり、冬に戻るのかってくらい寒い日があったり。このまま地球はどんどん壊れてくのかな。心配だな。私はあんたのことのがよっぽど心配だよ、シン。破滅にまっしぐらだ。なぜ？お、電話だ。もしもし、まゆみさん？うん、大丈夫だよ。今どこ？六本木？僕は今ちょっと郊外にいるんだけど。うん。じゃあタクシー使っていい？ほんと？やったじゃあすぐ行くね。申し訳ありませんが、急用ができたのでお先に失礼します。そう、気をつけてね、いろいろと。別にどう生きようとてめえの勝手だが。うちのバンド名を汚すようなヘマだけはすんなよ。なら、しんちゃんはまだ15なんだから、そんな突き放さないでもっと親身になってあげなきゃダメだよ。グレて暴走族とかに入ったらどうするの？ねえしんちゃん、しんちゃんがなんで家を出たのかは知らないけど、きっとよっぽど辛いことがあったんでしょ。ママ母にいじめられた。ママ母。いいの、辛いことは無理に話さなくていいよ。でもねしんちゃん、これだけは分かって。女を甘く見ると痛い目に遭うよ。はい、気をつけます。やれやれ。じゃねえ、何も解決してねえだろ。しかもアドバイスしてどうする。アドバイス？違うよ、私は警告を。帰るわ私、明日朝からバイト入ってるし。ナナ、そんな冷たいこと言わずに付き合ってよ。こんなとこ一人でいても暇じゃん。本気で庄司がバイト終わるまで待つ気なの？余裕であと1時間はあるよ。でもそんなことしなくても後でうちに来るつってたじゃん。でもたまにはけなげな一面を見せろって純ちゃんが。はいはい、じゃあ店の中で待ってようぜ。ダメ、待ってなくていいって言われたのに、これ見汚しに待ってるのは逆効果って気が。だから帰ろうつってんじゃん。帰ったと思わせて実は待ってたってところが意外性があって男心をくすぐるんじゃん。くだれナナには恋する乙女心がわからないんだ。わからねえな、私はそういう計算高い女は大嫌いだ。
あんたがただ単純に庄司のことが好きだから待つってんなら付き合うけどさ。それはもちろん大前提としてあるけど。だったら余計なごたく並べんなよ。おとなしく尻尾振って待ってろ。私はそういう計算高い女は大嫌い。バナ、いいよ、ナナが風邪ひいちゃう。そんな山じゃねえよ。つうか私別に寒くないし。嘘、今日寒いって絶対。地元にいた頃の寒さに比べたら東京なんか南国だよ。一年の半分は雪に埋もれてるようなとこだったから。ナナの故郷ってそんななんだ。行ってみたいかも、ナナが育った町。ありがとう。あったかい。うん。庄司さ、さっき話があるって言ってたじゃん。なんか妙に真面目な顔しちゃって、なんか気になって、うち帰ってもきっと落ち着かないと思うし。ごめんね、付き合わせて。私はそれ以上何も話せなくなって、ナナが小声で口ずさむ脈絡のない歌を聴き続けた。ナナの瞳は濁りがなくて、ろくに星も見えないこんな街より真っ白い雪景色が似合う気がした。私は本当はとても計算高くて、何の見返りも期待せずに庄司のことを待ち続けるほどもう純粋じゃなかった。でも純粋なふりをした。ナナに嫌われたくなかったから。お疲れ様です。お先に。幸子、俺さ、彼女とは別れるから。おい。あ、やっと終わったか。人出てきたよ。本当？幸子。何やってんのあんた。何なのこの女。彼女は？てめえには彼女が二人もいんのか。いい身分だな、おい。嘘だ、嘘だよ、こんなの。話があるんだ。何かの間違いだよ。ごめんなさい。庄司がそんなことするはずない。やめて！
サシコ、いいんだ、あっち行ってろ。ショウジに乱暴しないで。せえ、ボコボコにしてやんなきゃ気が済まねえ。やめてよ。邪魔すんな、てめえには関係ねえ。関係ないのはそっちじゃない。そらそうだ。殴りたいなら私を殴りなさいよ。こら、好きになったのは私の方だもん。彼女がいるって分かっててもどうしても止められなかったんだもん。もう逃げも隠れもしないから気が済むまで殴りなさいよ。いい度胸だ。やめてくれ。ハチ公、何黙って見てんだ。てめえの喧嘩だろ、てめえがやれ。戦わなきゃ負けだぞ、てめえの男だろ。取り返せ。いらない。見たくない。裏切りを許せるほど大人にはなれなくて、傷ついてもすがりつけるほど一途にもなれなかった。私の負けだよ。次の日、私はまるで病人みたいにベッドから起き上がれず、時を過ごした。何も考えないように、何かで気を紛らわせていたいのに、何もする気が起きなくて。昇進の時まで芸能人の夢見る私って。でもなんでレン？これのせいかな。でもどうせなら匠に来てほしかった気が。って本当になってるし、チャイム。匠、それとも直樹、レイラかしら。はいはい。よかった、生きてた。チェ、なんだ、純ちゃんか。もう、あんたいくらチャイム鳴らしても出ないから、てっきりカミソリで手首切ったかと思ったじゃん。勘弁してよね。手首？そっか、聞いたんだ、昨日のこと。
カミソリで手首か。だいぶよりそっちの方がいいかも。あ、ナナが気を利かせて連絡してくれたのね。あ？今日はバイトで、一日中私が一人ぼっちになるから心配して。いや、あんたの同居人はそんな気が利く女じゃないでしょ。え？さっき、庄司から電話が来てさ。あんたのこと、心配してたから。心配なんか。ん？自分で来れないなら心配なんかしてほしくないよ！そうだね。ごめん、話して私もバカだ。でもさ、ナナ。庄司だって辛いと思うよ。ほら、あいつああいう性格だし。純ちゃん、庄司の味方するの？いや、味方とかじゃないけど。庄司にずっと騙されてたんだよ、私。ずっとってことないって。騙されたとか、そんな言い方やめなよ。ほら、やっぱり味方してるじゃん。そうかもね。私にとっては庄司だってナナと同じくらい大事な友達だから、ナナの肩ばっか持ってあげられない。私、あんたのそうやってすぐ被害者ぶるところどうかと思うし、確かに今回のことはけじめもつけずに他の女になびいた庄司が悪いよ。でもそれ以前にあんたにも落ち度があったと思うよ、ナナ。そんなの、わかってる。でも、私だって一生懸命やったんだよ、チュンちゃん。ちゃんと仕事も見つけて、一人前になれるように。だからね、それはあんた自身の問題でしょ？あんた昔からそうやって、いっつも自分のことばっかりで、庄司に対して思いやりがなさすぎたよ。恋愛だって、人間同士の関わり合いなんだから。相手を思いやれなきゃうまくいきっこないよ。ただいま。電気ぐらいつけろよ。新規くせえにも程があるぞ。ナナ、お帰りなさい。嘘、もうそんな時間？お腹すいたでしょ？ごめんなさい、私今日ご飯の用意とか何もしてなくて。んなこったろうと思って弁当買ってきた。食おうぜ。泣くほど嬉しいか。私ずっと思ってたけど、ナナって自己中のくせになぜか思いやりがあるよね。思いやり？つうか自己中ってなんだ。なのに私と来てる。この後に及んで自分のこと別にそんなの思ってくれなくていいよ。友情だって人間同士の関わり合いなのよ。何当たり前のこと言ってんだ。せめてお茶入れるね。それより夏子から手紙来てたぞ。え？お母さんが私に手紙？なんだかんだ言っても夏子は勘がいいよな。てめえがピンチの時は決まってシャシャリ出てくるあたり。やっぱ母親っつうの。もし、今帰ってこいなんて言われたら、ちょっと心が揺れるな。それだけ？思いやりの言葉はどこ？どうした、あちこ？大丈夫か？ダメだ！え？ハサミ！どこ置いたっけ？あ、カミソリでいいや！カミソリって、謝るな！庄司だけが男じゃねえぞ！そんなの分かってる！それよりチケットが届いたの！え？トラネスのライブのチケット！2枚取ったから、一緒に行く？ナナ、辛くても、生きてればいいことあるね。
最前列だよ。今にして思うと、その頃の私はまるで月に見放された毎日で、そこまでくじ運がいいわけなかった。あれは神様がナナのために用意してくれたチケットだったね。Travel to the moon. 君は眠り、夢を遠く、誰もいない星の光操りながら、強くなるため、忘れた こんばんは。今夜は皆さんにビッグなお知らせです。ここ汐留日本テレビで7のイベントを開催します。題して GO 汐留ジャンボリー。この707号室を再現したセットにぜひ遊びに来てください。そしてここでしか見られない7と8のプラネタリウムをお楽しみに。皆さんお待ちしております。グラミール美容専門学校の提供でお送りしました。